はい、こんにちは、深山です。今日はね、バジルの定食、行っていきたいと思います。またね、摘心とかね、そういったのも含めて、やっていきます。バジルはね、これはスイートバジルになりますので、ね、スイートバジルを、育てたい方、もうすでにね、定食をされて、これからね、どのように育てていったらいいのかっていうふうにね、悩んでる方、あとはこのね、スイートバジル見てください。この葉っぱ。ね。もう元気ですよね。シワシワしてる。これね、元気な証拠なんですよ。で、さらにね、まあ、今、水分含ましてるので下向いてますけど、この葉っぱがね、上にピューンって向くんですよね。もう、こういう風になってくると元気な証拠です。これ、3号ポットで、この苗、非常に元気な証拠がよくわかります。もう、すでにこの高さ高いので、もう定食しなければいけないので定食していくんですけど、今日はこの定食をするということと、もう一つは摘心をするということ、ね、そういったことをやっていきたいと思います。この、スイートバジルは、ジェノベーゼソースとかね、あとはマルゲリータ、ね、ピザね、イタリアンピザの、もう王道ですよね。この、スイートバジルは。今ね、ちょっと摘心をします。このようにね、こういったのをピザの上にピョンってね、トッピングするだけで、ワンランクもツーランクもね、その食事がものすごくね、グレードアップします、ね。そういった食材になります。これがあるのとないのでは、全く別次元の料理に変わります。で、このスイートバジル、これからね、育てたいという方、ね、いっぱいたくさん収穫してジェノベーゼソースを作ったりだとかっていう方ね、いらっしゃると思いますけど、こちらの、スイートバジルをこちらね、脇、まあ見てわかるようにもう畑がねあるんですけど、畑の脇役としてね、育てていきます。まあ、こちらね、実はスイートバジルはコンパニオンプランツといって、トマトと一緒にね、定食しても非常にいいんです、ね。ちょっとね、トマトの方があるので、トマトの、ところにコンパニオンプランツね、しているので、そちらの方も見ていきますか。ここにスイートバジル。ね、かわいいっすね。ね。で、このスイートバジルはコンパニオンプランツとしても使えて、今こちらは、まだアンドンをかけているんですけど、こちらはマイクロトマトになります。ね、マイクロトマトなので、必然的にトマトの割には、枝がちっちゃかったり、葉っぱがちっちゃいですね。花もこんなにちっちゃいですね。ね。で、このマイクロトマトの話は今日ないんですけど、このね、スイートバジル、ね。じゃあ、早速ね、定食のをしていきたいと思います。まずは、定食をする1時間ほど前には必ず水を含ませておいてください。この梅土をしっかりと、水に含ませておいて、で、なおかつ裏、ね。このポットの裏見るともう根張りがすごいですね。このようにね。で、これをポンと指で押しながら、株元を押さえながら引き抜いていきます。ね。すごい根張りです。ね。もうトグロを巻いてるので、こちらの3号ポット、ね。3号ポットっていうのはこれ9センチ幅になるんですけど、このポットではもう窮屈だったっていうことがよくわかります。ね。なので、追肥というかね、こちらのポットに追肥をしながら、しっかりと苗を育苗して、このような状態になっています、ね。では、こちらの方に定食を今度していくんですけど、ね、この高さとここの高さね、ここに成長点があります。この成長点、この成長点より上にかからないように、上に土が覆土してしまうと、成長がね、止まってしまったりだとか、病気に侵されたりだとかね、弱くなってしまいますんで、成長点の、この梅土の高さで、定食をしていくのが基本になります。で、なおかつですね、このように定食する場所を決めたら、今度はここに水をね、ちょーってね、少し入れてあげます。このようにね。で、ここに活着剤を入れておくとなおさらグッドなんですけど、すでにこちらの湿らせた、梅土がもう湿っています。こちらの、方に液肥を使ってます。これはね、ぼかし液肥っていうのを使ってます。ね。なので、非常に今ね、元気な状態になってますんでね。で、
こちらの、しっかりとした根張りの状態をこう置いてあげると、このように、ね、でなおかつここに土をね覆土してあげると、まあ、このような形で仕立ててあげると、非常に元気に育ちます。でなおかつ今回摘心の方も行います。摘心を行う理由っていうのは、まあ、まず摘心の仕方からしていきます。摘心はだいたい4段、1、2、3、4段、4段になったら、一番上のこのここから今度ね花が咲いてきます。これ花を咲かせないために摘心をします。ここをポキンと一番上のところを取ってあげます。このようにね、これが摘心です、ね、でそうすると1、2、3段になります、ね、この状態を作ってあげると、ね、でこちらはね今日の夕飯でいただきたいと思います。なぜ摘心をするのかというと、ここをちょっと見てください。ここに今脇芽がいます。2つね、脇芽、こことここ、この脇芽がやがて伸びます。このやがて伸びてここからふわっとね大きく広がって、このような状態に一つ一つがなります。花が咲くようにね、なってくるんですけど、摘心したものこの脇芽、この脇芽2つ出てるのがこのような状態に成長します。でなおかつ暑ければ暑いほどね、よく成長していきます。でこのような状態になった時にさらに脇芽をちょんって つまんで、芽かきをしてあげることによって、さらに2本が4本、4本が8本というふうに広がって、このスイートバジルがやがてこう大きくなります。しまいにはこんな1メートルぐらい大きくなります。ですから必然的に株間、この株間がある程度一定以上ね、50センチ以上に離しているのはそういう意味合いがあります。株間をね、これはそれほどね手入れをしてあげると非常に大きくなるんです。これはホーリーバジルも全く同じね、同じ育て方です。ということで、もう一個ねちょっとやっていきたいと思います。ちょっとこの後ね嵐が来るのかな、風が少しね出てきてますね。でこのように先ほどと一緒に穴を開けてあげたら、今度はここに水を入れてあげてね、水を吸ったら今度は先ほどと一緒、株元のところをしっかりと2本指でこうどちらでもいいんですけど押さえてあげて、このようにね押さえてあげて根張りの状態を確認します。これも多分根がねだいぶ張ってますね。ここを根張りのところ、この底のところを軽く押しながら引き抜いてあげると、このように、これもすごい根張りですね。もうこれは根っこがね、どこかに行きたくて栄養を求めてるのがよくわかります。でこのような状態からここにポンと置いてあげる、こうやってね、で土を寄せてあげるとね、でしっかりと鎮圧をすると、ね、でこのようにしてあげて、でさらに今度は1、2、3、4段、ここからポキンとね摘心をしておいてあげる、ね、このようにしてあげるとバジルが、元気にね大きく育ってくれますんで、このような、定植の仕方をして、管理の仕方っていうのは先ほど言ったようにこういう芽がね脇芽から出てきます。摘心したら脇芽からこういうのが出てきますから、これをねどんどん摘んでください。若いうちの柔らかい花芽ですから、花芽になりますから、これをね花が咲く前に柔らかいうちにどんどん摘んでください。そうすると大きくなりますから ね。ということで、今日はスイートバジルの、定食、そして摘心の仕方、育て方、そういったところについてご紹介させていただきました。もうすでにね定食している方たくさんいらっしゃると思います、ね、もう6月上旬ですから、これから定食しようという方もいるかもしれないですけど、スイートバジルはまだまだ定食して問題ないです、ね、でこのスイートバジルは一年草です。
1年草というのは1年間で命が終わります。これは今の6月5月とかね、それぐらいから生育し始めて、で大体12月の下旬ぐらい、霜降りになると一気に枯れます。霜害にすごく弱い。だから夏野菜の王道としては霜に弱いと。だからピーマンとかね、ナスとかね、ああいったのも霜が降りると一気に枯れてしまうんで、全くそれと同じです。ホーリーバジルも全く一緒です、ね。ちなみにオクラもそうですね。まあ、そういったのと同じになりますので、霜が降りるまでの間、スイートバジルはね、楽しむことができますんで、これからまだね、数ヶ月間、長い間ね、一緒に栽培を楽しむことができますので、皆さんぜひよかったら、スイートバジルね、育ててみたらいかがでしょうか。まあ、参考になったかわかんないですけど、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。